きたよ。はい、今日は終業式でした。はい、ね、1学期のということで、あゆみも持って帰ってきましたよ。ね、はい、よく頑張りましたね、1学期。2人は1回も休んでないのかな。あれ、1回休んだ子って言ったっけ。1回休んだよ。あ、みなだ、そうだ、みなくんが1回休んだんだ。え、でもまりちゃんといずちゃん、あ、いずちゃんも休んだっけ。休んだよ、あ、書いてない、ゼロ書いてない、回休んでないよ。休んだのは多分鼻血で見学じゃない、体育。うん、あ、まりちゃん、まりちゃんも帰ってきました。はい、おかえりなさい、まりちゃん。頑張ったね。はい、見せて、後で。ねえ、まりちゃん、お疲れ様。全部みんな丸だった。すごい。まりちゃんも休んでないんだよね。一回も休んでないよ。すごい。ボール投げで皆勤賞狙える。皆勤賞。ボール投げね。ボール投げで。はい、そうそう。みんな8メートルなんだけど、みんなだけ14メートルと思うの。私7メートルだよ、ボール投げ。まりはね、D だよ。みんな、え、みんなは？総合的な体力ね。うん、すごいよ。総合的な体力、みなくんはなんと ABCD 評価で、A から E までの評価で B でした。おお、平均の子よりもすごくいいって。しかも1年生だよ。すごい。しかも50メートル走は速くなってきてるんだって。50メートル走、50メートル走がなんと3回かかったんだけど、1回目が10秒1、うん、2回目が9秒8、すごっ、3回目が9秒5だって。すごい。11.1 だよ。いずちゃんは10秒台だね、全部3回ともね。いずちゃんとまりちゃんはちょっと平均より低いっていう 体力測定でした。はい、で、みなくんはあと4点頑張ると評価 A になってたって。え、すごっ。シャトルランは 20m シャトルランは全身の持久力テストです。毎日ランニングをすると高まります。では、みなくんの歩みを発表したいと思います。はい、みなくんは1学期だけは丸か三角しかありません。では発表します。みなくん、なんとオール丸でした。おー、全部丸でした。全部素晴らしい。みなくんが最初帰ってきて、ねえママ、全部三角だったって言ったの、ママに。泣きそうな顔してね。それがドッキリでした、みなくんね。そしたら全部に丸で、あのね、すごいんだよ。右の方のね、行動の記録は基本的な生活習慣、元気に挨拶や返事ができるに丸がついてました。一つね、これね、二つ以上ついてる人は相当すごいんだ。これ一つだよ。すごっ、マリ。イズちゃんも二つだった。道徳ね、自分の意見を進んで発表したり、友達の意見を聞いて考えを広げたり、深めていたりしました。うん、仲直りでは相手の立場や状況を理解し、友達と喧嘩をしても仲直りをするためにはどうすればよいか考えていました。おお、ね、ということで病欠1ということで1回休んじゃいましたが、それはまあ仕方ないので、ということで素晴らしいですね。みなくん何も言うことありません。素晴らしい。イエーイ、大変よく頑張りましたね。はい、いずちゃん、二重丸が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個もありました。素晴らしい。ロガは丸でした。ということで三角は1個もありません。素晴らしい。しかも国語が全部二重丸です。はい、すごいよこれ。で、生活も全部二重丸そして音楽もほとんど二重丸ですね。はい、そして図画工作もほとんど二重丸ということで、ね、体育と算数が丸だったんだけれども、もうこれはね、これから頑張ればね、上がる可能性もあるので、算数はちょっと苦手みたいですね。でも三角は一つもないから大丈夫大丈夫、全然。ママはね、成績が悪い子だったから、もう何も3人に対しては言えないんだけど、大変素晴らしい成績です。これ素晴らしいです。うん、塾も頑張ってるじゃん。だからさ、算数はまたこれからどんどん上がっていくと思うよ、頑張ればね。うん、一つ一つそのドリルとか頑張ってやったり、繰り返しやったり、わからないことを潰していけば絶対二重丸つくからね。はい、頑張っていきましょうね。はい、そしていずちゃん、すごいのが行動の記録、右のこのページ2つも丸がついてるの。おお、すごいよ。創意工夫、自分で考え工夫しながら取り組むことができるについてるのと、勤労奉仕、係や当番の仕事に意欲を持って進んで取り組むことができる、この2つに、これこの相当すごいからね。この当番って誰もみんな全員やってるんだけど、そこにあえて丸がついてるってことは、いずちゃんは休んだ人の分までやってるんだって。
だからそういうところを先生が見てくれてて、それで丸がついてるんだよね。あの人が困ってたらすぐやるんだって。それは家でもできてるから、ゆうちゃん。だから本当に優しくて思いやりのあるってことで丸がついてるんだよ。先生見てくれてるんだね。よかったね。おめでとう。丸だって狂気しかやってことない。ああそうなんだ。雑巾やってないんだね。ゆうちゃん雑巾大好きだよね、うん、めちゃめちゃ早いんだよね雑巾。そうだよ、バケツもやってない。あ、ほんと。雑巾しかやったことない、そして1日もお休みませんでした。大変楽しいです。おめでとうございます。おめでとう。ほんとにゆうちゃんはね元気なんです。去年はちょっとね休んじゃった時もあったけどね、うん、あの今年は元気にあの活動できました。またねサッカーもやってるから体力ついてるんだと思うね。はい、そしてゆうちゃん体力測定はあんまり良くない評価でしたけどもね、まあサッカーやってるんでこれから体力は上がっていくと思うよ、ね、はい、ということで大変素晴らしい結果でしたね。成績でした。バイ、素晴らしい。あと私、うん、ママも初めて知るしパパもみんな初めて知るね。マリちゃんしか知りません。では開いてみます。マリちゃんの歩み、なんかその顔なんだろう。わー、すごいマリちゃん。ちょっとね、5年生の成績表は1年生とちょっと違うな。外国語も入ってくるし、家庭も入ってくるし、理科社会も入ってくるから27個の評価があるんだ。27個の評価。マリちゃんの成績を発表します。20丸何個だと思う？20丸20個？うん、すごい。27個中20個。すごいじゃん。すごいね、マリちゃん。惜しい。あのね、意外とね、外国語に丸がついてますね。二重丸が2つと丸が1つね。外国語が二重丸全部一緒にしてるけどそう、ちょっと頑張ってるからちょっと惜しかったね。外国語を通して丸ね、外国語を通して言語や文化について体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の違いなどに気づくとともに、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいるが丸でした。で、音楽が意外と丸が2つで、二重丸が1つね。でもそれもよく、そうそう、音楽はね、ほんといいと思いますよ、ママは。図画工作も丸が1つだけあったって感じで、家庭科も丸が1つです。で、体育が丸が2つ。ね、体育もママは別に、全力で頑張ってればいいと思うよ、ね、太鼓はやっぱりマリちゃんより優れた人がたくさんいると思うわけよ、ママは、ね、なのでそのパパのところで頑張ってるからいい。すごいよマリ、国語社会算数理科全部二重丸だよ。すごいじゃん。すごくない？主要の4教科が全部二重丸ってすごくない？あ、じゃあ大丈夫だ。すごくないマリ、ほんとすごいよ。ママこんなに優秀な成績取ったことないからほんとにすごいと思うよ。すごくない？うん、しかも右のページの行動の記録が創意工夫、進んで新しい考え方法を求め、工夫して生活をより良くしようとしている。すごっ。勤奮奉仕、あ、すごい。伊豆ちゃんと同じのついてる。働くことの意義を理解し、人や社会の役に立つことを考え、進んで仕事や奉仕活動をする。で、欠席はゼロです。授業の中で友達の考えを聞きながら自分の考えを持ち、進んで発表していました。今度こその学習では、責任を持って行動することの大切さに気づき、自身の委員会活動と結びつけながら考え、自分の役割を果たしていこうと考えていました。大変素晴らしいですね。てかすごいよ、国語社会算数理科が二重丸全部って相当すごいからね。ママほんと感動しちゃった。結構やん、すごい。だって100点をすごいたくさん持って帰ってきたもんね。うん、あー、よく頑張ったね。ということで、まりちゃん体力測定はちょっとまああまり平均よりちょっと低かったけど、体力は別に大丈夫じゃないかな。中学校になってさ、バレエとかやるつもりでいるしね。うん、で、50m 走も10秒台でしたね。うん、よく頑張りました。シャトルランもよく頑張りました。ということで、少し体力がないそうなんでね、これからまたつけていきましょう。まあその他のね、部分はもう完璧だったんで素晴らしいと思います。イエーイ、ほんとに良かった、素晴らしい。もう3人ともね、ほんと素晴らしい。ママにはね、とても真似できない。この成績はママ取ったことがないので大変素晴らしいです。はい、では今日はご褒美としてお寿司にしたいと思います。イエーイ。それは嘘ですけどね。はい
また違う風に浜寿司にしましょう。うん、浜寿司にするんだったら注文で。注文注文。サーモン食べたいの。注文してくれるって。サーモン。浜寿司まで行かないよってこと。浜寿司まで行くとちょっと大変だから、3人ともうるさいから。サーモン食べたい。だから注文してお家で食べるってこと。その方がママたちは助かります。サーモン食べたい。だって大変だもん、子供3人連れて浜寿司。やだ浜寿司。個室ならいいけどね。サーモン食べたい。でも私パパの手作りだよ。じゃあパパの手作りに、パパのご飯にしてもらいましょうか。マックでもいいよ、マック。マックだって。え、マックでもいい。マックでもいいよ。マックでもいいって言い方パパが、作りたくなければってこと。あ、そういうこと。パパに作ってもらって。あ、パパね、あれだよ、今日作ってくれて、アスパラのベーコン巻きみたいな。そう。浜寿司がいい。じゃあ明日にする。塾終わってから浜寿司ママと行く。ゆずちゃん、いいの？明日塾終わって浜寿司か。ちょっと早い時間なら行ける。4時とか。ココアが明日髪の毛切るから、トリミングだから、その間だけ浜寿司で食べれるから。私ココア一緒に行く。じゃあ明日ね、もう一回行きたい。あんまりね、みなくんを連れて行きたくないんですよ、うるさいから。え、浜寿司に行くんじゃなくて、迎えとかお迎えに行きたい。うん、やるやつ。ココアのね。うん、かっこいいこれ。ほら、全部パパが一番くじやったみたいですね。ほら、何賞だった？こんなにやるものなの、うん、一番くじ。当たった、これ。一等賞当たった。うん。え、まだ明日。ブレマン、ブレマン、ブレマン。